さあそれでは後半戦いきましょう。先週に引き続き、うん、大学生の熱いイベントシンボル関西のダイジェストパート2です。 VTR ビートワイプ。京都大阪神戸の大学生が作るストリートダンス連盟シンボル、シンボル関西特集第2夜の今日は白熱のダンスバトルの模様をお送りします。九州のダンス連盟センスからもダンスチームが参戦した今回のバトル、決勝戦はエポック対ネオ。それでは決勝戦の模様をどうぞ。決勝バトル、バトルスタート。まずはこの試合を見に当たって、そうですね、前回負けたんで、はい、いいですね、その負けた思いがすごい強かったんで、うん、
今回は絶対勝とうで、はい、4人で優勝で、はい、めっちゃ優勝です、はい、よかったです、はい、ありがとうございます。優勝チームはこのチームエポッカー、ありがとう、ありがとうございました。そして準優勝レオにも拍手、素晴らしい、素晴らしい。大学生のイベントシンボルが10周年を迎えたことを記念してマシン原田さんが駆けつけました。原田さんはどんな大学生だったんでしょうか。まずここから公開して、まあ自分でいいよ。ダンスに出会って、はい、もう陸上部入りませんって言って動画でウィンドミルの練習をしてたと。うん、もういろんなところでブレイクダンスの練習してる人いてんけど、そういうコンテストとかもなかったし、まあ、その出るまでは結構アウェー感を感じてたけど、舞台で喋ったら、まあ、結構自分が大学生の頃に帰った頃を思い出してすごいなんか楽しかった。うちでビッグバンやってるねんけど、そのノリとは全然違う感じで、すごい大学生らしくてフレッシュな、すごい勢いのあるっていうのを感じた。こんな質問がありました。将来的に、はい、大学生でプロダンサーになるという夢があります、はい、でもダンスだけでやっていけるかわからない、はい、でも普通に就職した方がいいのでしょうかというご質問です。うん、普通に就職した方がいい。そうそうプロダンサーになりたいとプロダンサーになる努力をした方がいいと思う。もう以上ですよ。でも就職してても全然ダンスはできる。ダンスってそんな難しく考えるもんじゃない。もっとラブなもん、音楽かかってそれに合わせて体を動かしてそれだけ以上、それ以上でもそれ以下でもないんだから、難しく考えたらどん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 このダークサイドに行って良くなる方に行くから、もっと明るく考えてそんなんでいいんじゃないかなと思うんですよね。素晴らしい、松田にもう一度お伺いしよう。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。